おはようございます。2014年9月16日火曜日、6時5分になりました。おはようございます。3連休が終わり、来週とか今週末かまたね、飛び石連休なんで、この9月もこの時期っていうのはなんか1週間がちょっと短くなった感じになりますけども、さて3連休はいかがだったでしょうか。あちこちね出かける人多かったみたいですけど、天気もまあまあだったんでね。さて今日はですね、産経ニュースからなんですけれども、ちょっとねこの信じられないような話ですが、こちらですね、ネット不正送金、新種ウイルス2万件超え、世界の8割が日本標的っていうことで、もうなんかもうこういうこの手のセキュリティ関係の話、不正送金ですねのニュースばっかりになってきてるんですけども、なんかもうどんどんすごい状況になってきていて、もうなんていうのかな、ネットバンク使わない方がいいんじゃないのっていうぐらいの状況に本当になり始めてます。今までのね、なりすましというか、いろんなウイルスで不正送金されるっていうのがあったんですけども、それまではカードの裏にですね、なんか番号が書いてあって、でその別のね、1桁とか2桁とかの番号があって、で送金するときにそのカードの裏に書いてあるその何番目の番号を入れてくださいみたいなことをなでたんですね。でところが、そのカードの番号をなんだかんだと質問を聞いて、結局最終的に全部打ち込むような形にして盗まれて、それで不正送金されるという手口が出てきてると。でそれに対抗するために、今度ワンタイムパスワードというのをですね、使うようになってるんですね。今銀行多くのところが対応してきてるんですけども、そのワンタイムパスワードっていうのは、例えば5分ごとにですね違うパスワードが発行されるんですね。で、キーホルダーみたいな、キーホルダーの時計みたいな感じでちっちゃいその、デバイスがあってですね、そこでボタンを押すと、その毎回違う番号がそこにこう表示されるんですね。でそれを、送金するときに入力しなきゃいけないと。でもともとどっかに記録されているものでも何でもないし、で5分ごととかに順番に番号がどんどん変わっていくので、その都度、確認しないと番号はわからないと。入力している本人ですら何の番号を打ち込めばいいのかっていうのは事前には全くわからないので、これだったらもうその時にそのデバイスを持ってないと、送金できないから安全だということでやってたんですけれども、ところがですね、さらにそれを、盗むという厄介なものが出てきています。でこれどういうことやねんという話なんですけれども、ですね、ちょっと話がややこしいんですが、まずその最初に犯人はですね、本物の銀行サイトと全くそっくりのですね、偽物サイトを作るんですね。でただ普通に偽物サイト作っただけじゃそこに誰もアクセスしないですね。当たり前ですけども、本物の方の URL からこうね、入力するのでそっちにこう行くわけですよ。ところがですね、そこをさらに、その不正を行うウイルスっていうのは偽サイトにアクセスできるようにパソコンをウイルスで感染させてしまう。で、なんでそんなことができるかというと、コンピューターのね、インターネットの仕組みをちょっと知ってる方は分かるかと思うんですけども、URL を打ち込みますよね。www.nanchakanchara.com とか .jp とか、そういうのを打ち込みますよね。で、あれっていうのは、
あれが直接そのコンピューター、そのウェブサイトにアクセスするという仕組みにはなっていなくて、一旦あれをですね DNS というサーバーに問い合わせるんですね。で、なんとかかんとか .com っていうのはどこのコンピューターですかというのを問い合わせて、で、それはあのインターネットの際は中は IP アドレスというその番号で管理されてるんで、その何番のコンピューターに問い合わせてくださいというのが返ってきて、でその番号のところにアクセス行って、それで初めてそのホームページが見れるということなんですね。簡単に言えば、あの電話帳みたいなもんがあるんですよ。で、電話帳って名前とか会社、まあ会社名が分かりやすいかな、会社名を調べるとそこに電話番号が出てきて、それで初めて電話がかけれるわけですよね。あの電話機にいきなりあのなんとか銀行とかって打ち込むわけではないので、でなんとか銀行っていうのを電話帳を見に行って、で電話帳の書いてあるその番号を電話機で、打ち込んで電話がかかると。で同じようにインターネットもその DNS っていうのがあって、電話帳みたいなのがあって、そこに www なんとかかんとか COJP とかっていうのを問い合わせると、それが何番ですよっていう IP アドレスを返してくるので、そこの IP アドレスに、初めてそこからアクセスするというふうになってる。でこの不正送金をするワンタイムパスワードを盗むやつは、そこでですねその電話帳を書き換えてしまうんですね。でそうすると嘘の電話帳が見に行ってしまうので、そうするとですね本物だと思ってるんだけど偽のサイトにつながると。でそこで操作しているときにワンタイムパスワードを送金しようとしたら、当然ワンタイムパスワード聞いてくるので、ワンタイムパスワードを入れると、そのワンタイムパスワード、その間、何分間かはそれ使えるので、その盗んだワンタイムパスワードで、不正送金されてしまうと。だから本人はあのどっかに送金しようとしてるんだけど、その時に打ち込んだワンタイムパスワードを使って、他のところに、実は送金されてしまうということなんですね。そういうことを全て、ウイルスをきっかけにしてですね、準備を全部やってできているということなんですね。でこれってなんて言ったらいいのかな、例えばあの、スパイ映画なんかでねよくありますけども、その単に目の前にあのなんていうのかな、誰かからこう情報を引っ張り出すのに、騙すために誰かがこう変装してそこに近づくっていうだけじゃなくって、その人間を例えば睡眠薬かなんかで眠らして、でそのどっかのその人が知ってるオフィスとかのそっくりのセットを作って、で周りの人間とかも全部仕込んで、でそこでこうねいろんな情報を聞き出すと。で気がつくと実は自分がその睡眠薬で眠らされてたとこから全然違う場所に移動してるんだけど、本人は全く気づかないみたいなね、ものすごい大掛かりな話がスパイとかでありますけども、そんなんとねこう似てるような、あのとにかくそのあの手この手で全体全部がもうそのネットにアクセスした瞬間から全てが犯人の思うツボというか、そこにも持っていかれていると。だから全然気づかないわけですね。その普通にインターネットにアクセスしてる、で、普通に今まで通り同じように銀行のサイトにアクセスしているつもりでいるのに、実は全く違う犯人が作り上げた偽サイトの方に、見に行ってるという状況になるんですね。これがちょっとね、これはなかなかこれを見抜くっていうのはそんな簡単な話ではないので、非常に厄介なことになってきてます。多分
これを防ごうとするとさらにまた別の手段を使っていくので、どん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 ややこしくなってくる。そのサイトが本物かどうかっていうのを確認するまた別の、ソフトウェアなり何なりをこうインストールしてですね、普通のネットのURL とかそういうのだけではなくって、ワンタイムパスワードとかだけじゃなくて、もう一つその機械的に確認する、人間が介在しない確認の仕方を取り入れていくというようなスタイルを取らざるを得ないでしょうね。その人間が入力するというのはそこでもうなんていうのかな、入力したものを横取りして、チェックをかければいいわけであって、チェックしてしまうので、なんとなくそれが正しいように思えてしまいますから、というかな、偽サイトを作るので、それで人間が入力する分にはもうとても見抜くことができなくなる。となるともう機械同士で勝手に、コンピューター同士で勝手に認証するとかなんとか、そういうふうな方法を取らないと、とてもじゃないですけどもうまくいかなくなっていくということで、非常にこの面倒くさい話になってきつつあります。その証明書とかね、いろんな方法とか使ってもそれも結局盗まれたりとかですね、いろんなことが出てきて、もうだんだんそのうちですね、銀行が専用のパソコンを支給するとかですね、もうなんかよくわからない状況に専用回線を結局つながないといけないみたいなね、そんなところにもうどんどん入っていくんじゃないかなと思って、なんか何のためにネットバンクを使っているのか、便利だから使っているのにますます不便になっていくと、もうこれはですね、窓口で、結局送金とかするしかないんじゃないのと、送金するのはね、ATM とかでも、まあ、スキミングとかいろんなことがあるし、そうするとネットがこれだけややこしくなってくると窓口でやり取りするしかないのかなと。で、ところが窓口でやり取りしようとすると現金というか、そういうのを、またお金を持ってる人を狙われるみたいなね、ところになったり、窓口がめちゃめちゃ混むようになったりとか、いやはやなんともややこしいことになっていってますね。なんていうんですかな、なんていうんですかね、そのこういうのを考える、その悪事を考える方もものすごい加速してるというか、どん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 新しいものを作ってもすぐにもう対応っていう言い方変ですけど、その裏をかく方法を次々考え出してくるって、それがものすごく早いペースになってきてる感じがしますね。だから何かこう対策をとってもすぐにそれの裏をかくような方法が出てくるので、これからはちょっとね、本当にそのどうしたらいいの状態に、使わない方がいいんじゃないのという状況になってくるかもしれません。特に今これね、この記事にある日本が狙われてるっていうことなんで、非常に、今まで日本ってあまりにもそのちょっと長くなりますが、安全すぎたんですね。あまりにも安全神話って言われるように、そのすごく安全で安心な日本であるがゆえに、防犯に対する意識とか対策とかがものすごい遅れてきたという事実があって、それゆえに日本は隙だらけだっていうので、こういうそのインターネットの世界でもいろんなウイルスが日本を対象にしたものがものすごく増えてきていると、そんなことになってきています。さて、どういうふうにすればいいんでしょうね。ちょっとね、3連休明けあまりいいニュースではないですが、ただまあこんなことが起きるということで、何をどうすればいいのっていうことなんですけども、とにかく一発目はこういうものも全てそうなんですけども、最初にウイルスに感染するところが問題であって、やっぱりその
知らないところから来たわけのわからないファイルを開い、そのメールに添付されているファイルを開くとかね、そこがやっぱり一番大元の、ことに、そこから感染がスタートするので、そういうね不審なメールとか怪しげなファイルとか、それはすごく警戒するようにしましょう。そして、またその対策ソフトですね、ウイルス対策のソフトを常に最新版にするとか、そこはねもう必ずやっておかないと、ちょっとでもそこら辺で手を抜くとあっという間に、ウイルスに感染するというようなことになっちゃいます。なかなかね面倒くさい世の中になってきました。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。